最後にちょっと、まあ、カメラライトの設定なんですけど、まあ、今グローエフェクトを作ってトレイルがあってハンマーを叩くというところまで作ったわけです。で、セミナー後のヒップ開いてもらうともうすでにカメラ設定されています。1,2,3,4,5,6 6つあります。でデモカムっていうのとデモカム X、これ何かというとスイッチャーノードっていうのがあって、スイッチャーノードっていうのは何かというとカメラを切り替えるノードになります。これ、デモカムにしてもらうと、まあ、実際こう、複数のカメラをアングルで切り分けていってるのがわかると思います。で、このデモカム自体はもうスイッチカムに、ではこのキーフレームを切って0,1,2,3,4,5 っていう数字で、これがまあそのままインプットのまあ切り替わっているのが、実線が今実際見えているカメラですね。でこれそれぞれにそれぞれアニメーションがついてて、まあタイミングを見ながらアニメカメラを動かして作って、それを切り替えるっていうこと。で、このデモカムっていうのはあくまでも普通ですね。いわゆるキーフレームアニメーションをしています。で、こっちのデモカム EXP っていうのは何かというと、これも基本的には同じなんですけど、切り替えをエクスプレッションを使ってやってるわけなんです。これちょっと長いエクスプレッションがあるんですけど、これエクスプレッションなんかこのパラメータを選んで Alt E を押すと外部エクスプレッションエディターっていうのが開いて、より細かく編集はできるんです。まあ、やってることは、このオペデジットっていうので、オペインプット1っていうの、これを1,2,3,4,5 個つないでるわけ。まあ、簡単な説明はここに書いてます。ダラ F ダイナリーイコールオペデジットオペインプット1。で、これ足す、オペデジットインプット2。で、これを5個分足してます。でこのオペデジットオペインプット1というのはどういう意味かというと、実はこのカメラ、それぞれ数字が入ってる。これが実は切り替えのタイミングの数字になる。ではこの数字を参照して、オペデジットっていうのはそのオペデジット括弧の中の数、文字式の中の数字の部分を抽出するっていう、そういうエクスプレッションになってます。例えば、でこの1にオペインプットっていうのがこのインプットの番号0,1,2,3,4,5,6 のそれぞれのがオペインプット1,2,3,4,5,6 のオペデジットでそれぞれの数字366391を読んできて、でそれを足すとどうなるかというと、要はそれをダラ F ダイナリーイコールっていう形で、要はこの数字以上になると1、そういう数字以下だと0になる。でそれぞれで足されることで、まあここは1個目、ここはここをこの2つ、まあ、実際こことここでこれが1になると、要は61以上になると1、151以上になるとさらに1が足されて2、241以上になると3っていうようなエクスプレッション、ちょっとややこしいですけど、がここに入ってると考えてくれると。でこれをすると何が楽かというと、例えばここで割るタイミングで切り替えるんですけど、ちょっと割ってるのをアップでもっと見せたいとなると、例えばすごい391を例えば401にすると401フレーム目で切り替わるんですね。ここでもっと420にしちゃうと、いちいちキーフレームを切らなくてもここのカメラの名前を変えるだけで、でさらにもっと早くアップにしたいとか、一時キーフレーム、まあ、ここでこうカーブをこう調整していってもいいんですけど、ここの数字を変えるだけで切り替わるタイミングを変えることができるという仕組みになっているわけ。まあ、どっちが便利かというと、どっちもどっちかもしれないですね。まあ、こっちでいちいちこう切り替えて、見ながら切り替えていくのが確実なんです。まあ、当然、アニメーションの範囲もあったりもするんであれば、まあ、こういうふうに切り替えることもできますよっていう
で、1個だけ、ここでまあブレンドっていうのを使ってて、このブレンドっていうのは何かというと、複数の、書いてません、複数のオブジェクトの位置だったり、まあ、回転のパラメーターをブレンドしたりすることができるっていう、そういうもので。で、ここでなんでそれを使っているかというと、ちょっと簡単に作っちゃいますけど、あのエラー。実はこのヌルが、フレッグの動きに合わせてます。フレッグの動きにコンストレイントかけてるわけです。それをどうやるか簡単に説明しとくと、カメラを作って、ヌル。このヌルに親子付けされたカメラ、カム1。こんな感じで、ちょっと斜めに見て。こんなカメラがあったとして、で、このクレッグを追っかけるカメラを作りたいと。で、見ながらキーフレームを切っていってもいいんですけど、まあ、さっきルックアットで、カメラのヌルを見るっていうのをやったんですけど、今回、例えばこのクレッグの動き自体がジオメトリーレベルで動かしてると、そのクレッグの子供にしちゃうと勝手についていくんですけど、今回中で動かしてるんで、中の動きをこうヌルに持ってこないといけない。その時に使うのがこの Enable Constraint っていうのを使うと、中のポイントの動きを持ってくることができる。で、この Constraint の右端のふにゃふにゃっとしたカーブみたいなやつ、ここを選ぶといくつか、ここでも実は Lookup も設定できたりするんで。で、ここでポイントってやって、あ、その前に、フレッグの、このエディタブルフラグ立ててないと画面上で選択できないんで、ちょっと画面上で選択できるようにしてやらないとダメなんで。ヌルで、再びこれポイントにして、クレックを選択、エンターすると、クレックの中に入るので、どのポイントを選択するのか、だいたいお腹あたりのポイントを選択して、エンターを押すと、自動的に、実はこのヌルの中にこのコンストレイントっていうチョップネットワークができて、詳しいことは話さないですけど、要はアニメーションだったりっていうプロシージャルに編集できたりするチョップっていう仕組みがあって、そこの仕組みで自動的にこうポイントにコンストレイントするためのネットワークができます。さっきのこの働きで。で、すでにこのヌルが実はこう、クレッグに引っ付いていくわけです。ただクレッグが上下しているのに、カメラヌルも上下がひっついてるので、ちょっとおかしなことになるので、上下だけはフレッグについて活かしたくないと。その時にブレンドを使うわ。今度は、Y 軸用のヌルを作って、これまあ適当にちょっと上に上げとく。要はこいつの Y とこいつの Y 以外を活かしたい。その時にこの、カメラとヌル1の間に、ブレンドソップを作って、で、ヌルとヌル2をつないで。デフォルトだと全部 XYZ であるんで、ちょうど保管した状態ですね。これがウェイトで、どっちに重きを置くかっていうのができます。だからシーケンスだと、もうこうリニアに変更したりもできるんです。今回はブレンドで、こっちのヌル1の Y は、消しておいて、それで、ヌル2の方は Y 以外をも消すと。でも、Y の動きはヌル2で、それ以外、まあ、グレックの動きに合わせてるのがヌルの動きを使う。こうすることで、カメラ自体はこう、グレックについていくんですが、上下の動きはしないっていうようなアニメーションを設定することができますよと。こういうふうに、ジオメトリーレベルになるんですけど、複数のアニメーションがついているものがあったとして、それを、それぞれの動きを、ブレンドしたりとか、切り替えたりっていうのが、このブレンドノードを使うと、やること、切り替えたりすることができる。例えば、キャラクターが持っているボールを投げるときに、この辺までキャラクターのキネマティックの動きに合わせておいて、ここからブレンドで、玉自体を投げる動きに切り替えるとかっていうことがブレンドを使うとできるわけです。これはソップ階層だといわゆるノードのプロシージャーの流れになるんですけど、ジオメトリー階層だと親子関係です。
だからグラウンドを動かすと、その子供は全部一緒についてきます。カメラで言うと、このカムワン、まあ、例えばヌルの子供にすると、ヌルを動かすと子供のカムも動く。基本的にジオメトリー階層だと、ノードの流れ、プロシージャルっていうよりは、いわゆるヒエラルキーウィンドウ的な、まあ、シーンの構成をここでやってるわけですね。親子関係を作って。そんな感じです。なので、つなぎ方を変えると、親子を位置が変わったりする可能性もあるわけですね。これ上に上げといて、フレックを切ると、フレック自体は全部戻るとか。で、その時に、キープポジション、ウェンペアレンジング、さっき言ったやつをオンにしとくと、外してもその位置、外してもその位置をキープしているとか。まあでもこの、オブジェクト階層のつながりは親と子の関係だと、上の移動のパラメータを守ってくるという働きになっています。ちょっと考え方が違うんですね。こっちのいわゆるソップベースのノードと、ソップの方はあくまでも上流から下流への流れをネットワークで示している。ジオメトリー階層だと、まあ、そういうわけじゃなくて、それぞれの独立したジオメトリーを親子関係をつけるっていう意味になります。ちなみにチルドレンコンパなんちゃらをオンにしとくと子供に動きが通じるとかあります。で、早速やっていきますけど、ちょっと一つだけ補足っていうか、オブジェクトレベルで、ノードソップレベルのつなぎの違いみたいな、ちょっと簡単にちょっと説明したと思うんです。まあ、基本的にこのオブジェクトレベルっていうのがそのシーンを構成する場所っていうので、でつなぎ親子関係っていうふうなことを言ったと思うんですけど、まあこの辺グラウンドの子供にフレックがいたりとか、一つ二つその特殊なノードっていうのがあって、このカメラのスイッチャーノードとか、これもカメラスイッチング専用のノードになって、実際にまあ昨日も見てもらったエクスプレッションだったり、キーフレームでこうカメラを切り替えるっていう、まあそういうノードで、まあこれは親子関係っていうよりは、まあどのカメラをするかっていうのを切り替える。まあ、実はこれも、こうスイッチの下にジオメトリーを置くと、まあ実は親子関係にはなってたりするんですけど、カメラの位置に。まあこういう使い方っていうよりは、カメラを切り替えるための使い方。で、ブレンドソップっていうのは2つ、その親子関係をブレンドしたりとか、切り替えたりっていうので、まあ、こっちで切り替えた方が多分分かりやすいかと思います、ね。スイッチはあくまでもカメラの切り替えを。で、昨日ちょっと言わなかったんですけど、実はここにライトも設定されてます。これ基本的には、本当にデフォルトのライトになってて、スカイライトとサンライトっていうのが上のシェルフから、このスカイライトっていうのを選択すると、もう自動的に太陽光と環境光、まあ、IBL っていうやつですね、が設定されるようなライトがあって、それがまあ設定されていて、でこのオブジェクトレベルでカメラ置いて、ジオメトリーを置いて、ライティングをしてっていうシーンを全部作る場所がこのオブジェクトっていうレベルで、その時のつなぎは親子関係を表してますよっていう、まあ、そういう意味で、で中に入った時のノードは順番に処理の流れを見せるっていう、そういう違いがありますよって。まあ、昨日ちょっと、こう、最後の方でチリッと紹介した部分なんです。ちょっと軽く補足という形で紹介したいと思います。